ハローということでですね、今日はインド英語の喋り方ということで解説をしていきたいと思うんですけれども、まず前提としてですね、僕はインド英語を完璧に喋れるわけでもないし、こうあくまで僕が想定しているインド英語はこういう感じだよという体で、まあ、見ていただければなと思います。だからそこ全然違うよとか、もうちょっとこうしたら良くなるよとかいうのがあればですね、ぜひ僕も上達したいのでコメント欄等で教えていただければと思います。で、基本的に僕が想定しているインド英語っていうのは南インドでこうタミル語を喋っている人たちの英語ですね。それがまあ僕のイメージするインド英語ですね。で、特徴としては、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、一つ目がなんていうかな、下の位置だと思うんですよね。この下の位置がちょっとこう喉の方にこう下がってるっていうような感覚で、例えばこんにちはとかもこんにちはみたいなこうイメージですね。舌がちょっとこう奥の方に下がってるっていうのが、まあ、想像するインド英語の特徴ですね、はい。で、2つ目が、じゃあ N の発音ですね。普通に日本人が言うと N、まあ、アメリカ人が言っても N みたいな感じになると思うんですけど、 N がちょっとね長いんですよね、発音が。っていうのは N っていう感じでちょっと長い。で、もう一個説明しちゃうと、例えば R は R みたいな感じですね。 R じゃなくて R だから、例えばこの2つ、今 N と R の話したんですけど、まあ例を言うとインターナショナル、まあアメリカだと International って発音したりしますけど、これが僕もそんな完璧じゃないんでちょっとまあ似せてやろうとすると、インターナショナルインターナショナルみたいな感じですね。これあくまでイメージです、完璧じゃないですけど、僕がこういうような感じのインド英語を想定してやってますということです、はい。で、次は母音のっていう母音ですね。これアメリカ英語だと Apple とか That とかそういう単語に使われる母音ですけど、これがもうじゃなくてあーになりますね。で、これはもう日本人も割とそうだし、イギリス人も割とそうなんですけど、例えば That manblack っていうのが that man black みたいな感じですよね。じゃなくてっていう感じですね。これはまあ日本人にも分かりやすいと。で、その次がですね、P の音、P の音がなんかこう B の音になりがちという感じです。例えば paper 紙ですね。 paper が paper っていう感じです。 This is my paper みたいな、とか proud I'm proud of you I'm proud of you とか、pen This is my pen This is my pen This is my pen みたいな感じですね、はい。で、次が、T が D になりがちというのがあります。例えばですね、but でもっていう意味の but が but ってこう T が D になるんですよね。 That みたいな What とかも What で、この最後の T の下の位置もちょっとこの奥の方で、口の天井のこっち側、喉側の方で発音するんですよね。 What 英語だと割とこう前の方で What って発音するんですけど、この T が後ろの方で What になりつつまた D になるみたいな感じですね。だからちょっとまあ練習すると What's your problem が What's your problem みたいな、まあまあまあ感じですよね。だから基本的にはこういう特徴があると思います。もちろん完璧じゃないし、本当にこう見てる方でインド英語めちゃくちゃ詳しい方、ぜひ教えてほしいので、コメント欄なり、もうスカイプ授業なり、ズームで授業なり、ね、教えてほしいと思います。あくまで僕がこういうインド英語を想定しながらやってますよということですね。ということで、Thank you very much for watching my video. See you next time.